モーグリがいる。僕が見えるのクポ。あなたたちは選ばれし一クポね。じゃあモーグリのお店にようこそ。僕が店主のモグヤクポ。モーグリモグの物語、有名なおとぎ話。森の妖精モーグリのモグはみんなを幸せにするお店を開いてるの。その通り。僕はモグに憧れてお店を開いたんだクポ。僕たちモーグリが見えるのは心が綺麗な人だけクポ。俺に見えていいのか。それは言わせないでほしいクポ。商品はみんなで集めた名品珍品クポ。モーグリメダルと交換するクポ。まずは会員になってほしいクポ。モーグリメダルを見つけたら買いに来てほしいクポ。モグヤはメダルを集めてどうするの？もちろんみんなを幸せにするクポ。それがモーグリの使命だからクポ。モグの物語と同じだね。なんでもや、頑張ろうね。ああ。次どうする？やけに張り切るな。そりゃそうだよ。でも遊びじゃない、仕事だ。え？え？だから張り切るよね。確かにそういうやつもいる。私そういうやつ。よろしくね。いらっしゃいクポ。毎度クポ。おかげでメダルかなり集まったクポ。みんなを幸せにする力溜まってきたクポ。よかったな。クラウド、もっと楽しもう。じゃあ俺をもっと幸せにしてくれ。楽しく笑えるように。メダルが足りないクポ。それは大変。クラウド、探しに行こう。頑張ってクポ。どうぞ見てってクポ。やったクポ。モーグリメダルがたっぷり集まったクポ。みんなを幸せにする準備ができたクポ。モグの物語と同じなら私たちの願いが叶って幸せになる。二人だけじゃないクポ。このスラム全部を幸せにするクポ。大きく出たな。モーグリメダルの熱心なコレクターは何人もいるクポ。集めたメダルを買い取ってくれるクポ。それを元手にスラムのあちこちにお店を作るクポ。子供たちは仕事にありつけるし、暮らしは便利になる。みんなが幸せになれるはずクポ。しっかりしてるクポね。もちろん二人には報酬を払うクポ。俺たちが直接コレクターと取引したらどうなる？それは困るクポ。計画は秘密にした方がいい。ありがとうクポ。僕これからもみんなのために頑張るクポ。モーグリモグの店にようこそ。お役に立てて嬉しいクポ。あなたがクラウドさんですか？元ソルジャーの。今は何でもや。ねえフォリア先生、怒ってる？はい、怒っています。見回りに出た子供たちが帰ってこないんです。約束した勉強の時間なのに誰も。見回りってハウスの子供たちがやってる恩返しだよね。ええ、寄付のお礼にゴミを拾ったりお使いをしたり、かなり好評なんですよ。そのあたりで見ませんでしたか？はあ、私夜に予定があってその支度もしなきゃいけないのに。探してくる？ありがとうございます。見回りに出ている子供たちは5人。手作りの剣を背負っているのですぐに分かると思います。土管を持ち場にしている子、人が一番集まるところをパトロールしに行くって出て行った子、いつもお店を熱心に眺めている子、町内会でお年寄りに可愛がられてる子、
よく町の出入り口を見張ってる子。みんな手作りの剣を背負っています。どうぞよろしくお願いします。あ、ソルジャーさん、一緒にお話聞く？マコールが壊されてまた戦争が始まるかもって本当かな？その前に心配することがあるだろう。フォリア先生との約束、私帰るね。わ、クラウド？見回りの調子どう？いつもより街がざわついてる。魔航路が爆発したせいかな。よく見てるね。感心感心。だけど何か忘れてない？あ、勉強する約束、ハウスに帰らないと。市民の間には動揺が広がる。うん、びっくりした。閉店から5年。見回りの調子どう？いろいろ観察してるんだ。いつか作る自分の店のために。お店開くのが夢なんだ。うん、いっぱい稼いでハウスを助けたい。先生たちは言わないけど、寄付があってもいろいろ苦しいみたいだから。あ、内緒だぞ。話したら罰金だからな。う、勉強の時間。本日プレジデントによる正式な宣戦布告を期待する市民たちが。見回りの調子どう？うん、今日はゴミ拾いと道案内とおばあさんの散歩の付き添いをしたよ。頑張ってるね。これくらい当然だよ。寄付のおかげでハウスがあるんだから。って、もうこんな時間？フォリア先生怒ってた？うわー、ごめんなさい。魔航路爆破の黒幕とされるブータンです。クラウドさん、お会いできて光栄であります。自分は強い男になりたいであります。ソルジャーは憧れであります。すごい気合だね。非常時ですから。魔航路が爆発して家族を亡くした子供も多いと聞いたであります。ハウスにも新しい仲間増えるかもね。先生の負担がまた増えるであります。その先生がお前を探している。うっかりであります。ハウスに帰還するであります。これで全員だね。ハウスに戻ろう。力を貸してくれ。おかげさまで子供たちが帰ってきました。助かりました。では張り切ってお勉強しましょう。ガマ王が出たぞ。前より基地の近くだ。なんとかしないとな。ガマ王？秘密基地の奥に出るカエルのモンスターだよ。すっごく凶暴で王冠をかぶってるの。多分モンスターの王様だと思う。ソルジャーさんなら倒せるよね？ああ、しかも簡単にな。でも俺の報酬は安くはない。お金なんかない。自警団ならタダだよ。他の大人に知らせたら秘密基地が立ち入り禁止になっちゃう。あそこはみんなの大事な場所なの。宝物あげるからお願いします。足りない分は俺が店を出したら払うから。どうしてもダメなら自分たちで退治するであります。サンギルでどうだ？秘密基地のガマ王退治は3ギル。今回は特別だ。やったー、商談成立。ご武運を祈るであります。突破する。うん、行かなきゃ。来ないで。そっちは任せる。私の出番。え、よろけてる。
しかも簡単にな。やった、さすがクラウド。これでみんな安心して遊べる。ありがとう。はい、お礼の宝物絶対3ギル分はあると思うよ。遊ぶ時間はありませんよ。宿題をたっぷり用意しました。今日中にやっておくこといいですね。はい、わかりました。ガマ王大臣、ありがとうございました。さすが先生、何でも知ってるね。そうありたいんですけど、なかなか。夢のため、仲間のため、困っている人のため、毎日夢中で走り回っている子供たち、あの子たちがつまずいたり転んだりしないように見守ってあげたいんです。疲れそうだ。それはもう。でもみんながここを出ていくその日まで、応援してるよ、見ているよ、愛してるよ、そういう気持ちを伝えたくて。本当なら家族からもらえたはずの愛情を他人の私から感じてもらうには、それくらいしないとって思っています。すごい、先輩の見よう見まねです。尊敬する先輩のスタイルを引き継いだというか。ううん、ビッグス先輩に比べたら私なんか全然。あ、いけない、私そろそろ出ないと。用事あるんだった。用事っていうか夢です。ありがとうございました。なんだろうね、先生の夢。興味ないね。秘密基地を守ってくれてありがとう。お礼に特別にあれに参加できるよう話を通しておいたから、もう一度秘密基地に行ってみてよ。神羅の兵器に襲われたんだ。目玉みたいな形で5体はいた。奴ら裏通りの方へ行ったけど、こっちに来たら大事だ。だから腕の立つ奴はいないかと。引き受けよう。助けてくれるか。よかった。奴ら侵入者ありってわめきながら裏通りへ向かって行ったよ。くれぐれも気をつけてな。襲ってきたのは目玉みたいな奴だ。多分全部で5体。裏通りの方へ行った。考えすぎか。意地悪しないで。備えだ。任せあれ。ここから行くよ。届け。ゆっくり。飛んでけ。おまけ。や。届け。や。取る。行くよ。怒ったから飛んでけ。離れてて。
進むぞ。突破する。行かなきゃ。どうだ。仕上げだ。やっ。切り崩す。やっ。倒してくれたんだって。マコーロのロボットがスラムで迷子だなんて、やっぱり爆発が原因かね。やつらマコーロを警備しているつもりで俺を侵入者だと判断したのか。ああ、自分のしていることもわからないなんて哀れなもんだ。いや、神羅の末端なんてそんなもんか。機械も兵士も同じだ。そんなことは。はいはい、これで事件は解決。これからも何でも屋のクラウドをよろしくお願いします。あ、おう、なんか巻き込んで悪かったな。とにかくありがとう、助かったよ。あんたを見込んでもう一つ頼みたい。武器屋の前に元気のないじいさんがいるはずだ。話を聞いてやってくれないか。番組では戦争によって孤児になった子供たちへの、私たち頼りにされてるね。ああ、楽しくなってきた。ああ、じゃあ顔と声に出して。何でもや客商売だよ。そこは任せる。いいけど、ずっとってわけにいかないから。それもそうだな。そうだよ、私の報酬高いから。天気予報を送る。あんたの腕を見込んで頼むよ。じいさんを助けてやってくれ。森空の一日になるでしょう。ところによっては雨が降るかもしれない。怖くないわ。いろんな事件のせいで休んでたクラッシュボックス、やっと再開できたよ。クラウドのおかげだ。そうだ、町内会の前にいる冴えない顔したおっさんが何でも屋を探してるってよ。近頃ヤバいモンスターも多くなってる。クラウドなら心配ないと思うけど、気をつけて。あ、クラウド、いいところに来た。今ね、クラッシュボックスをやってたの。一番たくさん箱を壊した人はこの基地の英雄になれるんだよ。本当は子供しか参加できないんだけど、クラウドは特別に許可してあげる。集中していく。てぁー、いけ。し、決める。やっ、沈め。勝つ。仕上げだ。狙う。くっ、つや、これだ。し、このくっ、つや、叩き切る。カッ、えっ、やってやる。行くぞ。やっ、沈め。
中していく。チャー！でやっ！っ！シュッ！えっ！はっ！くらっ！消え失せろ！やってやる。叩き蹴る。えっ、まだだ。やっ、仕上げだ。叩き蹴る。覚悟はいい。でやっ！はっ！てやっ！すっごーい！こんなの見たことないよ！なかなか面白かったでしょ？また来てね！気を尽くせ。たー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 かっけやっ、これで仕上げだ。これだ。覚悟はいいかい。消え失せろ。狙うぞ。し、えい、行け。えい、たあ、失せろ。やっ、沈め。かつ、集中していく。し、貫く。えっ、くっ、ふ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 っ、まだだ。いけ。悪いな。ふっ、ふっ、えっ、これだ。叩き蹴る。覚悟はいい。でやっ、えっ、やってやる。この失せろ。上達するには練習あるのみだよね。クラッシュボックスやってく？ひょっとして噂の何でも屋さんですか？はあ。自分は活力新聞の記者をしているデマンです。活力新聞、いつもスラムの悪口書いてるね。とんでもない誤解です。スラムの醜い現実を世に知らしめることで目指すべき未来を問いかけているのです。で、何でも屋さんにちょっとお願いがありまして。スラムエンジェルはご存知です？
正体不明の怪盗スラムエンジェル。主に神羅カンパニーの関係者に予告状を出し、どんな警備もかいくぐって金品を盗み去る。有名だよ。盗んだものを貧しい人に配っちゃうの。スラムエンジェルはご機嫌取りが得意だから、スラムでは人気です。でも泥棒は犯罪です。秩序の敵です。私は奴の正体を暴きたいんです。ところが住民の口が固いのなんの。おまけに私記者だとバレて誰も話してくれなくなりました。そこで何でも屋さんに取材をお願いしたいのです。噂の盗賊スラムエンジェルのことならどんな情報も歓迎ですよ。ここは町内会の建物だよ。あらやだ。なーに、スラムエンジェル、謎よね。有名だけど誰も姿を見たことがないの。必ず予告状を出してまるで手品みたいに盗むのよ。は、手品師なんじゃない。手品というよりも魔法よ。だから魔女だって噂もあるし。噂でいいなら私だってモンスターが正体だって聞いたわよ。私なんてあと20個ぐらい噂知ってますけど。お役に立てなくてごめんなさいね。本当にもういいの。町の噂話ならいくらでもあるんだけど。なぜか悪になっちまうもの。ああ、スラムエンジェルを知ってるかって。スラムエンジェルは決して貧しいものから奪わず人を殺めない。これだけ知っていれば十分だ。もっと知りたいならミレイユさんに会うといい。ここらじゃあの人が一番の情報通だ。ミレイユというおばあさんに聞いてみな。町一番の情報通だから。何？スラムエンジェル？近頃しつこく嗅ぎ回ってる記者がいる。ひょっとして奴に頼まれたか。はっ、知ってても教えねえよ。スラムエンジェルは俺たちの英雄だ。神羅の手下なんかに売れるか。けっ、人の秘密を探る仕事とはな。盗賊の方が100倍上等だぜ。こんにちは、ミレイユさん。久しぶりだね、アリス。変わった男とつるんでるって聞いたよ。この人はミレイユさん。町のこと何でも知ってるの。こっちはクラウド。元ソルジャーですごく強いの。これは使えそうだ。噂は聞いたよ。何でも屋でハウスの子供の憧れ。今は活力新聞の依頼でスラムエンジェルを調べてるんだって。詳しいな。噂話が大好きでね。しかしあの下っ端神羅もしつこいね。あいつの依頼は関係ない。話を聞いて俺が興味を持った。それだけだ。おやおや、あんたもスラムエンジェルに見入られた口だね。ちょうどいい、新しい情報が入ったんだよ。ちょっと裏を取ってくるから待ってな。あの記者と一緒にさ。ソルジャーならアバランチを通してくれ。記者と一緒に待ってな。悪いようにはしないから。町内会といっても暇な老人がのんびりしているだけだがね。どうでした？ミレイユさん、わかる？最新の情報くれるって。ミレイユさん、あの情報通。自分もしつこく食い下がったんですが、はぐらかされてしまって。どうやって口を割らせたんです？なーに、年寄りの気まぐれだ。気が変わらないうちに教えてください。新情報ってスラムエンジェルの目撃談ですか？それとも残した痕跡が？いいえ、奴ら
のアジトの情報さ。アジト、大スクープだ。場所はどこですか。裏道を進んだ先にある物見の高台。もう随分使われてない場所だ。物見の高台ですね。すぐに行ってみます。けど別の噂もある。近頃その高台にモンスターが住み着いたとか。かなり手強いやつらしい。それでも行くとは見上げた汽車根性だ。いや、軽率に踏み込むのは汽車失格。裏付けを取って行動が汽車の基本ですから。なら、うってつけがいるじゃないか。ねえ、なんでも屋さん、もう一仕事頼みます。高台の様子を探ってください。急ぐぞ。そこ、通して。落ち着いていけ。私の出番。まず眩しい。狙え。わ、やっ。もうすぐ終わり。ここから行くよ。どけ。やっ。近づくと危ないよ。取れ。どけ。もう一度。と。やっ。わ、やっ。次はそっち。眩しい。刻む。届け。どけ。いけ。そっちは任せる。お任せあれ。とりゃ。わ。ビリビリ。一応辺りを調べようか。貧しき人々へ援助の品、スラムエンジェルがいただきます。スラムエンジェルの予告状？他には何もなさそうだ。戻って終了報告だ。予告カードじゃないですか。間違いなく本物です。スラムエンジェルの予告カードです。へえ、これが有名な予告状かい。大発見です。他に手がかりは？おや、このカードなんか書いてある。しつこき神羅の汽車殿へおびき出して少々痛い目に遭わせるつもりでしたが、何でも屋と出会うとは幸運でしたね。しかし次はどうなることやら、ご用心あれ。スラムエンジェルからの警告。何でも屋がいなければあんたはモンスターにやられてたってわけかい。悪かったね。情報通とか言われていい気になって、危うくあんたを死なせるところだった。まあまあ、こうして無事だったわけですから。これに懲りず、私にも新鮮なスラム情報を流してくださいね。スラムエンジェルの予告が出たぞ。次はウォールマーケットのドン・コルネオだ。待ってました。ドンは大物だ。これは大事件になるぞ。ちょっとその情報詳しく。報酬を取り損ねた。ほら、これを持っていきな。なーに、遠慮はいらない。出所はあの騎士屋のポケットだ。盗んだんじゃないよ、預かっただけさ。感心したよ。さすが噂の何でも屋だ。スラムエンジェルはあのドン・コルネオから何を盗むのかね。ワクワクするね。
おお、あんたか。何でもやって言うのは。実は女房の命日なんだが、墓参りに行けなくてね。墓地に厄介なモンスターが住み着いてしまったんだ。どうだろう、代理で墓参り頼めるだろうか。安くはないぞ。ありがとう。墓地は川の先だ。でも聞くところによると門が施錠されたらしい。モンスターのことを知らずに入る人がいないようにね。墓地の鍵ってモグヤのとこで交換したよね。女房の墓は川を進んだ奥の墓地にある。でも墓地には墓地の鍵がないと入れないらしい。どうぞ見てってこ。集中していく。調子に乗る。また世話になっちまったな。これは報酬だ。先生は俺の恩人だ。そして今じゃあんたも恩人だ。だからこれは俺の気持ち、受け取ってくれ。奥さんのお墓きれいにしてお祈りしてきました。ああ、ありがとう。おかげで気持ちの整理がついたよ。女房の墓参りはもうやめにしようと。こんな弱った足腰じゃどうにもこうにも。最後になんとか一度だけ、そう思っていたところにあんたたちが来てくれた。もう自力では無理。女房にもちゃんと伝わったはずさ。そんな。墓地の鍵だ。モグヤに返してくれ。だが私はもう。あんたが返してくれよ。報酬として5000もらうぞ。5000？ 金、金、金。ああ、わかった。お前さんの助けはもう借りない。鍵は私が返しに行く。ああ、嘆かわしい。これが神羅の世の末路か。そろそろ帰ろっか。そんな時間か。クラウド、仕事受けすぎ。報酬が低すぎるんだ。お試し期間でしょ。我慢我慢。さあ帰ろ。あんたにはすごくムカついたけど、なんだか先生元気になってきたよな。拝金主義の申し子め。いやいや、
子供たちに責任はない。まだまだ引退はできんぞ。俺は武器屋じゃねえからな。やあ君、音楽は好き？実は入荷しすぎたディスクが余ってるんだ。よかったらもらってくれないか？売れると思ったんだけどな。